さらに悲惨なことが起きている。被験者たちが次々と死んでいる。ステムにつながれたままの突然死だ。なぜか皆苦悶と驚愕の表情を残したまま死亡している。生き残った被験者たちは緊張病性行動がひどく、話す内容が支離滅裂でヒアリングが困難な状況だ。プロセスに何か変更を施したわけでもない。単に患者がステムの負担に耐えられなくなっただけか、もしかすると精神状態が良好な被験者でシステムを浄化する必要があるのか。ともかく今のシステムは不安定だ。メビウスは容認しないだろう。今回責任は私のみにある。ビーコン精神病院にあるもう一つのプロトタイプの準備が整ってきた。準備が完了すればワイヤレスシステムへの変換を開始する。万一今のステムの研究が失敗に終わったとしても、次世代機の存在をメビウスに説明すれば面目を失わずに済むかもしれん。レスリー、一人では危険すぎる。生きていて。今日最後のテストグループの被験者、どうせまた支離滅裂な話しか聞けない。下手したら死亡してしまうと思っていたが、被験者番号105、レスリー・ウィザーズは違った。ルベンは彼が被験者としてふさわしくないと除外していた。でも知っていたに違いない。私に自分のメモを読まれることも、他にも私から隠していたことはあったのだろうか。しかしこのレスリーという少年、実験から戻ってきた彼の話は説得力があった。ステムの中での経験を冷静沈着に話していた。彼の独特な病変がステムの中のナビゲートを可能にしたのだろう。連中は少年の存在を知らないが、あの子が鍵になるのは間違いない。全員が意識を共有すれば、彼と一緒なら私もステムを体験できるかもしれない。
中にいるゴーストの影響すら抑制することが可能かもしれない。この技術の確立に関わってきたが、彼となら私自身がその技術を極められるかもしれない。メビウスの連中も私の価値に気づいてくれる。昇進の話も夢ではない。私は大丈夫。スイッチか何かないか探してみてください。時間がありません。ここから出られる方法を見つけてください。最優先プロジェクトとなったステムの研究は全面的に支援されることになり、他の研究チームも後方支援に加わった。科学チームや植物学チームですらが、いずれ接続されるだろう被験者の準備作業に当たっている。プロトタイプが稼働しているからには、しばらく実験が続くのだろう。ステムの実験を終えた被験者たちはかなり詳しくヒアリングされている。患者の症状から彼らそれぞれの体験を読み取ることができるが、共通点もある。全ての患者が同じ場所や出来事を体験している。彼らが体験する世界は新しい被験者がつながれるたびに拡大しているようだ。これが何を示唆しているのか。一度ステムにつながれたユーザーは、自分の意識の破片がステムに残され、コミュニティが形成されているのではと考えている。まるで、そこに新たな別世界が作られているように。母はいつもミサまでの時間を、ユリースに座ってぼんやり過ごしていた。子供に時間を割くこともなくて、なぜ私を産んだんだろうって思ってた。ミズ・キッドマン、あなたの家族について教えてもらえる？パス。次の質問を。いいえ、この話は随分後回しにしてきた。あなたを理解するためには重要なことなの。両親は私に何の関心も持たなかった。教会のことばかりで。あれはカルトね。まるで罰みたいだった。何をしようと逃れられない。虐待された？無視されただけよ。私がいなくなっても気にもしなかった。探しもせずに見限っただけ。あなたも戻ろうとは思わなかった？何年か後にね。でも消えてた。みんないなくなってたの。町ごと引っ越しでもしたみたいに。何か感じるかと思ったけど、そんなこともなかった。それは今でも？ええ、変わらないわ。正直くたばれと思ってる。ただ奇妙だとは思う。町の中心にあった顔を押さえた像。子供の頃はそれを見て悲しい気持ちになったけど、今ならあそこの哀れな暮らしを知って泣いていたのかもって思う。ひどいところだったわ。ライトアップされたあの像を私は見上げていた。町を満たす惨めな命を持って泣いているように見えた。
自分のやったことを全く理解していない。彼はメビウスを恐れてなかった。だから関心を示さないのは当然なことなのかもしれない。ステムのプロトタイプは稼働するが、ルベンとの接続が不可欠だ。調べてみて分かったことだが、自分自身の脳波でしか正常に稼働しないように彼は全システムを再設定してしまったのだ。あの装置を任せすぎた。その結果がこれだ。私の知識をもってしても元通りにすることは容易ではない。このことは上の連中も知っている。私一人の責任にされてたまるか。ルベンを引っ張り出してでも元通りにさせてみせる。それにそうでもしなければ連中がルベンに何をするか想像もしたくない。